それでこの間さ、カツ丼食べた日から目のむくみが取れなくて、ずっと一重なんです。だからメガネしました。暖房は私喉やられちゃうので使えないんですよね。しばらくはもうちょっと我慢します。喉が弱いので。イモース見てくれた方ありがとうございます。優勝しました。やった。寒いで。そうだよ、今日は11月30日。ね、髪がピョンってなる。今日は11月30日です。明日は何の日かご存知ですか皆さん。寒い、やだやだな。もうちょっとなんか可愛くして配信したいのに。結ぼうか。スパイはまさかのまさかのねえ、メガネが動く。まさかのね、スパイはあの方でしたね。ねえ、なんか可愛くしたいのに。せっかくドライブのギルドの方を見るよみたいな書いてくださったから、可愛くしたいけどちょっともう手遅れ。ヤッホーと送るのサーヤンじゃんそれ。いやー、やだー。どうしてミホリンとかいつも同じあの状態を保てるのでしょう。私はちょっと日によってなんですよね、顔のコンディションが。あ、明日、そうだね、歌唱力ですね。歌唱力、愛子ちゃんとゆらちゃん頑張ってくれ。なんでどうしたらいいんだろう。ちょっとどうしようかな。髪土入りですよ。どうしようかな。ちょ、近く、顔の上半身、あ、ダメだ。うん、マナーモード解除して七並べを開かなくてはいけない。忘れそう、ちょっと手に書いとくね。七並べ、おきさん、カード、書きました。ページ7でおきさんカードって書きました。やだー、パイシーです。うん、さっきねソルハさんからめっちゃ可愛いライン来たんですよ。ちょっと待って、もうなんか髪がボソボソすぎて、ちょっと待ってくださいよ。あのね、ソルハさんがめっちゃ可愛いラインしてきて、さっき、やだー、どうしたらいいんだろう。今日スクショなしでお願いします。もうツイートした方は削除でお願いします。もうデッキ、私自分の誕生日カード以外全部大きさんだから。デッキはどうしようかな。自分のランキングもやりたいから悩みますね。なんかやだな、みんなどうしてるの。二重がね、戻らなくなった。二重だったのに一重になっちゃった。私カツ丼食べたからだ。しょぼいまた今度綺麗にして配信します。ここね 3、4日ぐらいずっと一重なんですよ。やだね。
ひとえさんのメイクとかを研究しよう。ひとえでも可愛い方はたくさんいらっしゃるので、ツッキーさん可愛い、ありがとうございます、ね、ギルドの方めっちゃ来てくれた、恥ずかしい、ありがとうございました。今日レッスンで参加できない予定だったんですよ、19時台のやつで。同い年の愛子ちゃんとのバトルだったから絶対勝ちたいと思って、そしたらちょうどバトル始まってちょっとしてから休憩がちょっとだけあったから、その間参加できたんですけど負けてしまいました。愛子ちゃんとこ強かった。福ちゃんハートありがとうございます。右目は二重なんだけどこっちだけ一重になったんですよ。こっちで配信行こう、こうやって配信するべき、やって配信するべきですか。そうで終わって、愛子ちゃんレッスン場、休憩中レッスン場じゃなくて外にいたから、あのレッスン場じゃない、あの楽屋の方いたから喋らなかったけど、終わってから小島に負けたって言ったら、パセリ参加してたねって。あつしさんハートありがとうございます。今日はなんか稽古の頃、稽古の時、舞台の稽古は10時間とかあったから、レッスンが6時間とかあっても全然余裕なんですけど、なんか短く感じるんですけど、今日はめちゃくちゃ頭を使いました。私はやったー仲良しの2期生、私仲良しだったんだ、やった。付きまとってる2期生はパセリじゃなくて仲良しの2期生、嬉しいです、嬉しいや、幸せ。もう今日ね、今日めっちゃ食べた、もうお腹空きすぎて、なんか甘いものが食べたくって食べました。ちょっと明日はもう約束してるんですよ、あるメンバーと。だからそれをメールにも送りますので、ぜひ皆さん明日から12月なのでぜひメール取ってみてください。ああ、こんなメガネで言うんじゃなかった、ちゃんと綺麗にして言うんだった。みんなメール取ってください。ちなみに今日はあやぱんの足首のメールを送りましたゆうたくん、アイスありがとうございます。ささみも食べたよ、ささみは続けてます、毎日食べてます。ささみ生活してるのに二重が戻らないんですよ、二重家出しちゃって。メール、そう、今日はイチョウと銀杏の感じの話と、私が銀杏食べれない話と送った。あとは何送った、ももちゃんの誕生日おめでとうっていう話を送りました。今日ももちゃんがクッキーくれた誕生日の子にクッキーをもらいました。ゆうたくんガベラありがとうございます。あと、あ、そう、ゆきりかの服を送りました。ゆきりかのうさぎの服に餌をあげました。今日はゆうたくん可愛い、ありがとうございますねえ、可愛い送ってくる人大丈夫ですか、こんな顔で配信してない、ねえ本当に思ってるな。ちょっと貝結ぼっかな、ちょっと待ってね、三つ編みでもすっか、しよっか、おいで、ちょっと待ってください、耳にかける、はいはい、よいしょ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 、
キリカのウサギ何ねえやだーもうちゃんと今日化粧してレッスン行くんだった今日すっぴんで行っちゃったんですよね最悪どうせメンバーしか会わないからいいかと思っちゃったちょっと待ってくださいん田舎の女子高生生コアイス食べたいんですよ長崎のチリンチリアイスっていうのがあるんですけどそれとなんか大村湾大村湾っていうのは長崎空港がある場所なんですけどなんかピョンって髪が出てるはいはいちょっとマシですかちょっとボソボソだしナマコ好きなんよねナマコは代々で食べますメールに書いたかやったちょっとほぐそうと思ったけど少しねここのピョンピョンが気になるちょっとマシですかにあるんですか。でも色は白かったですよね。青森のやつ。なんか長崎のは真っ黒、竹炭で真っ黒らしいですよ。いえ。やだよ。今日前髪も何もしてないからちょっと前髪もしますね。よいしょ。本当に何もしてなくて、もうレッスンはどうせ汗かくからいっかと思ったら失敗しました。世の中世界中の人に。ピン見せるとこだったキャー届かないコンセントがあ浮いちゃった浮いてしまいましたマイカマイカマイカ帰ってきてからアイシャドウ塗ったけどもうお風呂入るからピャーって塗ろうと思ってピャーって塗りました前髪が浮いちゃいましためっちゃ空いてるまあいいでしょうたまには浮いててもいいよもう外そうよいしょどう微妙ですみんなどっちが好きなんだろうライブとかで、ね、滑舌ライブとかの時に耳にかけるかかけないかめっちゃ悩むんですよちょっとメガネがさっきからもう邪魔で仕方が
ないけど、はい、はい、どっちがいいのですか。決まんない、今日髪がやだ。誕生日の日の配信はレッスン終わりでもよかったのにな。どうして、どうして、どうして。やったー、昇格したね。もうすぐ加入して1年ですね、お披露目から。うん、難しい。なんなの、もう困っちゃう。なんでリコちゃんとかすっぴんでも可愛いのだろうか。ハーフアップ、困っています。私は今めちゃくちゃ困って、ここを結ぶ、どこを結んだらいいんだろう。ここを三つ編みにする、どうしたらいいんだろうね。なんかね、みほりんの肌が綺麗だから何使ってるのって前聞いたんですよ、稽古の時。そしたらあのファンデーションしてないって言われて、わあ世の中は不平等だなと思いました。みほりんはで、みほりんはお肌も綺麗、髪も綺麗、瞳も綺麗だ、全てを持っている。どうだ、ちょっとマシか。やだー困った。ちょっと待って、正解がわからん。正解は何でしょうか。正解はいちご製菓。もういいか、これで寝るだけだもう分かんなくなっちゃった。うん、なんかみんなになんかベストコンディションを見てほしいのに、これなのが嫌だ。まあいいでしょう。いやー、11月最後なのにこんな締めくくりになって大変申し訳ありません。これでこれにします。そう、もう寝るだけ。あと50分で11月が終わってしまいます。 Y の誕生月が終わってしまいます。寂しい。ももちゃん誕生日おめでとう。なんて読むの？ねえねえなんて読むの？感じ。ジロ君かわいい、ありがとうございます。誕生月が終わるけど、それと同時にクリスマスが来ます。クリスマスは何をしますか。皆さんは、私はお話し会があります。皆さんはどうですか。ひろちさん可愛い、ありがとうございます。あわゆきはなって読むの。
私お話し会があるんです。みんなごめんね。私はお話し会で、お話し会に来てくれる人とクリスマスを過ごします。皆さんは？歌唱力、愛子ちゃんに頑張れって言ったよ今日。ゆらちゃんにも言ったよ、頑張って。やだ、年越したら私、やだ、年越すの嫌いなんですよね。年末が一番好き。年越したらもう360日ぐらいまた待たなきゃいけないじゃないですか。年越しじゃないや、年末を。それが嫌です。一生年末がいい。ずっとずっとずっと。今日ゆらちゃん脇に手入れてこなかった。矢野さんに会ってないもん今日、僕隊のレッスンだから。じゃあ後で連絡するしよう。お話し会、私お年玉はもう何年ももらってないよ。高校卒業してからもらってないから、もうだいぶもらってないですね。だから絶対年明けの楽屋の会話についていけない気がする。みんながお年玉で何買ったとか言ってるのをただ聞いている人になっちゃう気がします。ふうくん、だるまありがとうございます。お年玉メンバーにあげないよ。私そんな人にあげるほど余裕ないです。余裕ないです。そんな自分の食費で精一杯です。何合わせ使って、こんばんは。このなんかメガネの指紋が気になって仕方がない。なんで取れなかった。メガネね2個ある。本当は3個あるんですけど、オーディションの時のやつと、これと、これ運転用に買ったやつと、これ最近買ったやつ、この間配信でつけたやつがある。これもあるけど、私はこれが顔がちっちゃく見えるから好きだ。グーグーなってるお腹。イモース皆さん見ました？イモーステレビ。スパイの話していいのか、もうまだしない方がいいですか。あ、それかあれか、イモースのお菓子か。あの収録結構ね、結構前だったからもう名前を忘れていた。でもね、今日イモースのことを思い出してて、レッスン中に、レッスン中っていうか休憩中に、あ、そういえばあのお菓子美味しかったなって、あのお菓子の食感を思い出してました。合わせつかだったか、名前めっちゃ美味しかったよ。配信始まりましたね。私通知取ってるから気づいて。なんかね、あれなんですよ。私が焼肉食べ放題かけていい、1年焼肉食べ放題行かないっていうのかけていいからスパイじゃないよって言ったら、ユナユナも違うって言うし、サコちゃんも違うって言ったんですよ。でタムはなんかちょっとなんかええー、みたいな感じだったから、あ、これ絶対タムがスパイじゃんと思って、私ずっとタムがスパイと思って一日過ごしてたんですよ。
お昼休憩の時もずっとタムがスパイって思ってたのに、まさかのスパイは別の子だったんですよ。びっくりしちゃう、びっくりしました。タムかと思ってて本当に、えっと。でもまあ確かに言われてみればサコちゃん、あ、サコちゃんって言っちゃった、サコちゃんがスパイなんですけど、私のチームサコちゃんはいつも振り覚え早いのに振りが入ってなかったんです。全然振りが全然できてなくて、でえ、サコちゃんあれなんか今日いつもより振り覚え遅くないって言ったら、いやなんか時間短かったからみたいな言ってて、まあ確かにサコちゃん最年少だし、まあ確かにまあそうだよね、なんか今日はたまたま、いつも本当に秒で覚えるけど今日はたまたまそういう時もあるかと思って納得してたら演技だったらしい。その振り覚えが遅いのも演技だったらしいです。でダンスの先生にその後会ったんですよ。あの収録の後稽古があったから舞台の、でそしたらサコちゃんは本当に分かりやすかったみたいな言ってて、サコちゃんは本当に分かりやすいって言って、なんか舞台の稽古 あの舞台で踊ったりしたので、そのレッスンがその後イモースの後にあってダンスの先生2人と会ったんですけど、そしたらサコちゃんの話してて、って私全然気づかなかったと思って、あやぱんは分かりやすかった、もうみんな言ってた、違うチームの子もみんな、いや絶対あやぱんじゃんって言ってて、私もずっとあやぱんは絶対そうだろうなと思ってました。でもなんかあまりにかわいそうすぎて、パンちゃん嘘つけない子すぎてかわいそうになっちゃったとか言いながら、収録終わった後にパンちゃんにこの嘘つきがって言ったんですよ、ふざけてそしたらイモースのスタッフさんにめっちゃ笑われました。言うねって、やしみそらのサッカーやばかった。え、映ってましたか、どこまで映ってるんだろう、私まだチェックできてなくて、しみそらのサッカーがびっくりしたみんな見た？でもその後あやぱんと一緒に帰りましたよ、撮影の後。なんか私稽古だったから一人で帰ってたんですよ。そしたらあやぱんと、あやぱんと誰と帰ったっけ、あやぱんと帰ったっけ、あれそれ別の日かな、あやぱんと帰った気がする、あれ別の日かな、パセリサッカー早かった？やった、パセリサッカー好きなんよ、できんけど、なんかバスケのちょっとバスケっぽいじゃないですか、ドリブルって、だからちょっとなんかバスケ部の意地見せようと思ってちょっと頑張りました。誰だったっけな、エアパンと帰った気がするけどな、いやでもね私の記憶サーヤンもいたから違う日かもしれない、アヤパンとサーヤンと遊んだ日かも。お話し会の後にパンとサーヤンとタピオカ行って、その後私だけ稽古の日があったんですけど、その時の記憶なのかイモースの後の記憶なのかがちょっと曖昧になってる。結構前だから、2ヶ月以上前だからちょっと忘れた。え、何？何事ですか？え、何事？何事？怖い怖い。
仲良しですよみんな。でなんか絶対私がパンちゃんとサヤンと出かけだって話したらみんな「え愛子ちゃんは?」って言うんですけど、別になんて言うんですか、高崎愛子はもう常に4人でいるってわけじゃなくて、本当にご飯行く時だけ集まる感じだから、なんかなんて言うんですか、ハブってるとかそういうあれじゃないんですよ。普通に4人仲良しです。だから心配しないでください皆さん。そうで私がいないとこで他の子が遊んでたりもするし、だから全然なんか勘違いしてほしくないなと思う。いつもそういつもあるんよ、そのねショールームとかでファンとサイの名前出したりメールとかで出したら返信とかで愛子ちゃんはって言われるけど、なんかそんな常になんか一緒に24時間一緒にいるわけじゃないから。私はいや、ファンちゃんは多分サヤンとかとご飯行ったりしてるかも。私が舞台の間とかはサヤンとパンちゃんがご飯行ってたりしてたし、それぞれって感じです。別に私も高崎彩子以外の子ともご飯行くし、全然メールの返信全部見てます。全部見てるので皆さんなんか変なことを書かないように気をつけてください。例えば一緒に遊んだとしても写真撮らないこともしょっちゅうあるから、全然気にしないでください皆さんは。あれこの子の名前最近出ないなと思っても全然喋ります。寒いね。多分変なこと書いてるのはそうだね、マネージャーさんとかが検閲で止めてくれてると思います。だから変なのは今のところないです。ねえ前髪迷子、与えられた情報、確かにそうですよね、与えられた情報確かにね、そうだよね。いやでも私本当にサラちゃんの話とかメールにあんま書かないけどさ、この間サラちゃんコメントでお泊まりしたことあるもんねって書いてたし、みんなに一回もそんなお泊まりの情報とか言ったことなかったですし、カメさんバルマありがとうございます。お話し会は12月は18、20、23、24です。めっちゃメールの返信とかでも最近誰々ちゃんと、22じゃなくて20だった気がする、22だっけ、どっちだっけ、ちょっとスケジュールアプリ見ます。誰々ちゃんと最近話しますかって来るんよ。あとね、そう20あるよね、チャットとかでも来るんですよ最近。ギルドチャットの私個人のやつは返せないんですね、メンバーは。けどなんか結構来る、
メンバーのメンバーと仲いいんですかってから一応言いました。そう、なんか個別チャットね、多分皆さんも LINE として使ってると思います。めちゃめちゃほぼ LINE みたいになって20ですね。18、20、23、24ですね。チアレターは今あれがあったからイベント、順位当てイベントみたいなのがあったじゃないですか、この間。でそれの分をゲイドの方とかがたくさん送ったよって言ってくださったので、でもさっき帰ってきたばっかりでまだチェックできてなくて、でも12時過ぎたら七並べもそうだけどドライブもできないので、また明日開きます。なんかね、本当に本当にね、みんなにねもう読んで教えたいぐらい、ギルドのね、ギルドじゃないや、普通の個人チャットの方をもう本当にめちゃめちゃ日常会話なんですよ。読んでるよ全部ちゃんと。今日来たのは、今日来たのは今日食べたアイスの情報とか来ました。今日食べたアイスは何々ですみたいなのが来たりとか、なんかさっき沖さんとお話し会してきたよとか、僕対レッスン頑張ってねとか、イモースのスパイパセリじゃなかったねとか、イモースのね感想とか、そういうなんて言うんですか、その舞台見たよとか、そういうのが来たりしますねそう楽しいよ、皆さんの LINE を覗き見してる感じで。読むよ、だってずっとこうやって通知が来るから、お誰だと思ったら、おはようございます、お仕事行ってきますとか、あ頑張ってくださいって返せないから心の中で返事をしています、頑張ってくださいっても頑張ろうねとか来るよ。寒くなったから風邪には気をつけてくださいねとか、あとは今日は風が強いですって来たりするレッスンは僕隊の曲をやります。レッスンはひたすら僕隊の曲を踊る時間です。あと基礎レッスン、通知来るよ何件の未読がありますみたいな。ゲードチャットもね読んでるんですけど、なんかゲードチャットはある程度のやつしか表示されない、最新のやつしか表示されないから、ちょくちょく見とかないと、スクショ撮っとかないと、あの何をしたらいいか分かんなくなっちゃうんですよね。困っちゃう。通知来るよ、エールも通知来てるよ。だからあのエール通知来てるから、皆さんエール送ったよってはなくてもちゃんと返してますよ、大丈夫。
でも今日はもう返せない、100件返しちゃったから、ごめんね。もこさん、だるまありがとうございます。チャレタ誰が送ったか、うん、わかんないですね、メンバーは。だからお礼言えないけど、エールはもうこの時間も結構みんなもう返し終わってるかもしれないですね。朝とか昼とかだったらまだ帰ってくるかも、私の場合は。今送ってきてる人いる。本当面白い。今日はお肉を食べますとか、肉の日だからお肉を食べますとか、みかんを食べましたとか。本当面白いですよ。お、今日帰ってきた。ありがとう、送ってくれたから返しました。お久しぶりです。元気ですか、風邪ひいてないですか。いやもう今送る人言うからちょっと閉じます。さようなら。え、みんな食べ物の情報めっちゃくれる、嬉しい。でもそれだったらツイッターには書いてくれてもいいんですよって、ハッシュタグ中身と音で。ハッシュタグ中身と音、人のタグだけど、タグ。あー、ずんだ餅のアイス食べたい。明日は許されるかな。許されそう。好きな人の誕生日は許されそう。中身と音。中身と音で。でもみんなさ、なんか中身と音の方も最近パセリあのね使ってくれる。タグ。パセリあのね。明日からみんなメール取ってください、ぜひ。ずんだ餅のアイス食べたい、美味しいからみんな食べてください。まだ送る文章考えてない、どうしよう、どうしよう、なんて送ろう。この世に生まれてきてくださってありがとうございます。で、パセリあのねは返信タグじゃなくて、あの中身と音みたいなやつです。あのお菓子の情報とかアイスの情報とかみんなの日常とかで、返信はパセリメールです。ちなみにメールはひらがなです。なんと送ろうかな。この世のすべて、この世のすべてに感謝みたいな、めっちゃ重い。なんて送ろう。もうお誕生日おめでとうございます、その言葉に全部詰めよう。なんかあんま重くても、あ、またまた言ってるよ こいつって思われそうだから。え、両方つけていいですよ、中身と音とあのねと。結構いる両方の方だから、みほりんにたまに見てこのアイス新作だってって言ったら、もうみほりんも知ってたりするもん。なんて来るかな。人体実験の話面白かった、やったやったやった。そう、私ずっとなんか電気屋さんに行ったら、なんかたまに電話の音があるじゃないですか、なんか電話が鳴ってる音がしたら夢にいる気持ちになるんですよ。誰か同じ気持ちになる人いませんか。なんか電話が鳴ってる
なんか寝とる時に電話が鳴っとって、あ、なんか別の電話が鳴ってて、あ、本当だ、あと20分しかない、誕生月が終わっちゃう、やだ、寂しい。なんか電話が鳴っててパッて起きる時の感覚に似てませんか、電気屋さんの電話の音って。それはない、なんかなんて言うんですかね、学校を休んでる日とかに家に一人でいたらさ、電話が鳴るじゃないですか。でも夢の中だからすぐ気づかなくて、ちょっと夢の中であれ電話の音が聞こえるなみたいな、ちょっとぼんやり聞こえてきて飛び起きる時の感覚に似てるなと思うんですよ、電気屋さんって。だから私電気屋さんに行ったらいつもそれ思うから、ちょっと怖くてあんまり電気屋さん得意じゃないんですけど、昨日行ったんですよね。そしたら案の定電話が鳴ってて、うわ出た、この感覚久しぶりだってなって、でもこっちに来てから家電ないから、家電家電と家電って同じ感じだからさ、難しいよね。銀杏と胃腸も同じ感じです。電話が鳴ったらワンコール、私もありました、医療事務の時はそうだった、ワンコール難しいよね、あれ。しかも新人の時とかってさ、自分が出ても結局先輩に変わるじゃないですか、わかんないから。特に医療事務とかそういう人の命が関わっていることとかだったら、だから取っていいのか毎回悩んでた最初の頃。ね、家の電話あんま使わないよね。私も電話あんま好きじゃなかったけど、STU 入ってからはメンバーとか家族とか電話することが増えました。自粛期間もあったから会えない時は電話じゃないですか。だからなんか使うようになったけど、電話ってなんか相手の方にもしかしたら 2,3 人いて聞かれてるんじゃないかっていう不安があるし、相手がどういう顔してるか分かんないから、なんか相手のさ、もし相手があんまりいい気持ちにならない言葉を無意識に言っちゃった時とか謝れないし、それが困る。なんかたまにあるじゃないですか、そういう意味で言ったわけじゃないけど、相手の受け取り方でちょっとなんかズレがあったりとか、そういうのが読み取れないから難しい。あとそう、仕事系だったら会社名言われても名前とか言われても読み取れないじゃない、聞き取れない。斉藤さんか佐藤さんかとか、なんかその微妙な感じが聞き取れないですよ。難しい電話って、ショールも難しい。だって私はなんか顔見られてるけど、みんなはどういう顔してるか分かんないから、なんか難しい。顔見て話したい。そう、ツイッターとかもそうですよね。本当難しいよ、この時代の人間たち。頑張っていきましょう、みんな。お話し会は、そう、お話し会はめちゃ便利、顔が見えるし。寝転がって見てるんですか、もしかして暖房つけてこたつ入ってますか。聞こえにくい時電波が悪いですって言って切ってた。それ面白い。それはないな、まだ。そう、なんかさ、すいません、もう一度お名前お願いしてもよろしいですかとか聞いてもさ、もう一回言われても聞き取れない時とかも
もう終わりじゃないですか。もうね、これ以上聞いたら相手にも失礼だし困るよね。表示されてほしい。難しいよね。お、久々、こんばんは。こんなレッスン終わりのボソボソですみません。お、やった、再販取れましたか。お話ししましょう、たくさん。やったぜ、やったやった、楽しいお話し会、本当に。難しい、本当に本当に難しい。電話って何なんですか、電話っていうかさ、電車バトとかってさ、本当に間のとこに行くのかな。ショールームの電車バトさんたちでさえさ、すごいあれじゃないですか、情報がちょっと途中で変わってたりするじゃないですか。実際の電子バトとかどうなんだろう。1月か、はじめまして。1月、おお、年越しだ。帰省できるのかな今年。難しそうだよね。メールってすごくないですか。でもさ、メールも LINE もさ難しい。なんか特に今スマホでスクショとかできるから怖いよね。なんかさ、なんか前テレビで見たことがあるんですけど、クラスの例えば女の子の3人グループがあったとして、その3人のグループがあるけど、それと別、あ、5人とかのグループがあるけど、それと別に1人を除いたグループがあるみたいなのをニュースで見たことがあって、それからめちゃめちゃ怖いんですよ。そういうなんていうの、複数のグループとか作るの、なんか自分以外のグループがあるかもって思ったら。怖いよね。しかもさ、 LINE とかもさ、スクショしたり、まあ、スクショしなくても後からさ人に見られる可能性もあるからさ、あんまりなんか書けないよね。あとなんかアイドルの方がよくさ、だらだらちゃんのねえ、みほりんからの LINE がちょっと待って、みほりんからもうすぐおきさん生まれるねって来たね、もうすぐおきさん生まれますね、もうすぐおきさん生まれるねって、パワーワードすぎる。生まれるけど、もう生まれてるけど、生まれて21年だけど。なんかアイドルの方とかがなんかさ、握手会の時にスマホ置いてたら誰々ちゃんの自撮りが入ってましたってよくツイッターとかに上げてるじゃないですか。めちゃ怖いってなる。もうめちゃねえ、ロック画面からカメラ開いてるのかもしれないけどさ、いや怖い怖い怖いってなっちゃう。ソラハさんがさっきあの配信始まる前に LINE 来てました、寂しいよって。かわいい、守ってあげたくなっちゃいますね、高校生って感じ。なんか私ソラハさんのことお姉ちゃんと思ってるけど、そういうなんか甘えん坊の一面とか見せられたらなんか可愛いってなってかわいいってなる。あ、メガネか。怖いよ、だってそんな勝手に携帯とか見られるの。普通にさ見られて困るものとかないけど、
お母さんからの LINE とかですっごいさ恥ずかしいこととか来てたら恥ずかしいじゃないですか。あとなんだろう、ちょっとダイエットのために体重計撮ってる写真とか、そういうの見られると思ったら怖い。お寿司行きたい。私ソロハさんとさ約束してるやつがあるんですけど、まだねみほちゃんが舞台あるから行けないんですよ。3人で行くって言ったけど、そう録画面でカメラ開けるけど、なんだろう、なんかその通知はさ表示されるじゃないですか録画面に。それが恥ずかしい、そういうのが。で万が一どうにかなんかカメラフォルダとか見られたら、私自分の自撮り見られるのも恥ずかしいし、あと私のカメラフォルダカメラフォルダさもう気持ち悪いぐらい沖さんの写真しかないからさ、ドン引きされそうだもん、メンバーに見られたら。食べ放題のスクショか自分の自撮りか、ドライグのあのギルドチャットで教えてもらったやつのスクショか沖さんの画像って感じですなんですよ。恥ずかしいもん、絶対見られたくない。みんなどうしてるんですか。なんか本当にそんな感じだ私本当に自分か沖さんか食べ物かって感じ。景色はあります、 2,3 枚とか。あと500円の写真とかあったけど、ほらみほりんがくれた500円。みんなそんなですか、恥ずかしいな あとメンバーがショールームに来た時のスクショとか撮ってる あとはなんかセルアミの褒めてくださっているツイートとかをスクショしました。なんだろう、なんでしょうね。結構ね撮ったやつはほとんどメールに送るから、多分皆さん私のメール保存してる方と私のカメラフォルダは似てると思います。ほぼほぼ同じだと思う。あとレッスン動画とか、ツイートはね、あのもし落ち込むことがあったらそのツイートを見て元気出そうと思って撮りました。なんか尾崎さん演技いいねみたいな書いてるやつとか撮りましたあ、マギー真嗣さんが来たやつは撮ってない、スクショしてない。これとか前メールでさ、これとかさ前メールで送ったこれとか、あとはなんか分からんけどみほりんのショールームのスクショがあった。なんでなんで。あとは足怪我した時のやつが入ってました。
とは、あ、これは1周年の時にファンの方からいただいたお花とか、そういうのばっかり私これがめちゃめちゃ笑って、私とリコちゃんとか、これはこれは見て、これメールで今度送ろう。マイキューさんの足元に座ってるユキリカと、あ、これメールで送りました前、靴を間違って出かけたやつとか、あとは、あ、これはメンバーとお祭りに行ったんですよ、その時の写真とか。でもほぼメールに送ってる気がするよ。そう、靴を間違える事件があったんですよ。あと何やろう、え、待って、10月のパセリ結構細い気がする、今より。あとソラハさんの写真ばっかりある。うん、あ、これはこの写真本当に面白いんですけど、めっちゃ泣いた日に、稽古で泣いた日にみちさんがチョコをくださったんですよ、その時の写真。でもここの、ここのさ、見て、これ見えてる？ここの、ここをマイクで強打した後だから、すっごいなんか子供みたい、マイクで強打したとこの後。皆さんお気づきかもしれないけど、私は皆さんを、皆さんが来月もメールを継続してくださるように宣伝しています宣伝しています。あとはねあとはなんだろうか、なんだろう、あ、タワレコに行った時に撮ったあの写真とか、タワレコで撮った写真とか、あとは私が無心でチュロスを食べている写真とか私が無心でケーキを食べている写真とか。え、あと5分で終わるの？寂しい。え、どうしようどうしよう、心の準備ができていないよ私、誕生日を迎える準備できてない。あとはあとはなんだ、うわ、見たくない写真を見てしまった、やだ、見たくないやつ見ちゃった。あとはね、膝でココアさんが寝てる写真とか、それはブログに載せたか。じゃあそろそろ終わりましょう。皆さん、今日もありがとう。もう絶対今日一番無理だよ。一番なりは無理だから、ちゃんと心を込めた文を送ります。そうします。配信終わるよ、みんな。やだ、今日、ちゃんと、明日はちゃんと髪の毛して配信しよう。記念すべき日だから。じゃあ皆さん、もしパ
パセリどういう自撮りするか気になる方はまず STU のブログとかをチェックしてみてください。全員見れるから、全員分のブログを読んでみて、パセリの文が好きだなと思ったらぜひパセリメールを取ってみてください。ではランキングを、待って、塩酢がダサい。私のあさって更新のブログのタイトル塩酢なんですけど、塩酢なんですけど最近パセリ重めのメール送ってないから元気。幸せブログ楽しみにしててください。皆さんもう提出しちゃった、提出してしまいました。じゃあランキング読みます。13位、ゆうさん。お、待って、ゆうアットマークあいこじの笑顔が好きさん、明日あいこちゃん頑張って。12位、かずさん。11位、クワドリーさん。10位ラクさん。9位ペルーサーさん。8位ミギタピポさん。7位ヒカルくん。6位カメアトマークパセリは食べる派です。3位サガさん。お、久しぶり。4位チョコラブさん。3位ジロくん。2位フクちゃん。そして1位がユタくんです。ありがとうございます。みんな今日もなんか意味わかんない話に付き合ってくれてありがとうございました。今月も1ヶ月ありがとう。もしよかったらパセリメールの返信で今月の一番好きだった自撮りの写真とかの感想をください。好きなブログと好きなメールと好きな自撮りと今月パセリのショールームでこの言葉が一番記憶に残ってるよとかあったらメールの返信で教えてください。それでは私は寝ます。じゃあみんなお元気で、また明日もおはようメール受け取ってください。おやすみなさい。え、まだ話せる？もう終わり？もしかして。あ、59分じゃん。じゃあね、みんな。お。